皆さんこんにちは。囲碁が大好きなクラステングのクーロンです。今回は囲碁人物伝の番外編ともいえる新シリーズ囲碁人物伝ダッシュをお送りします。囲碁棋士でなくても愛好家であったり囲碁に関する逸話がある人々は意外と多いもの。囲碁人物伝ダッシュではそのような人物にスポットを当てていきたいと思います。戦国武将、最強の記憶を誇ったと言われる細川雄斎を紹介します。古代中国で生まれ日本へと伝わった囲碁は当初貴族や僧侶に広まり、やがて台頭してきた武士の間にも普及。戦乱の世の群雄割拠する戦国武将にも様々な囲碁の逸話が残されています。その中で記録が戦国武将最強と言われているのが、肥後熊本藩細川家の礎を作った細川雄斎です。細川雄斎こと細川藤孝は室町幕府13代将軍足利義輝に仕えていましたが、義輝が暗殺されると明智光秀を通じ織田信長の協力を求め15代将軍足利義昭を擁立しています。その義昭が信長と敵対し、京都を追われた後は、信長に仕え、名字を長岡と改め、三国組み合ず11万石の大名となります。信長との間を取り持った、明智光秀との関係は深く、嫡男、忠興の正妻に、光秀の娘、長社を迎えていますが、本能寺の変では、光秀の再三の加勢要請を断り、家督を忠興に譲って隠居。剃髪して、雄斎と名乗ります。その後、豊臣秀吉に重用され、九州平定などで武将として活躍した雄斎ですが、秀吉の死後、徳川家康に接近。慶長5年、家康の会津征伐に、息子の忠興が参加する中、石田三成が挙兵し、関ヶ原の戦いへと発展していきますが、留守を守る雄斎は、花部城に籠城し、西軍に激しく抵抗。最後は、御用勢天皇の仲介により投降しますが、1万5000の包囲部隊は、関ヶ原の戦い本戦には間に合わなかったといいます。なお、雄斎が籠城した頃、大阪の屋敷では、忠興の妻、細川ガラシャが、西軍の人質になるのを拒み、非業の死を遂げています。長岡家は、関ヶ原の戦いの後、姓を細川へ戻し、忠興は、小倉藩39万9千石、息子、忠利の時代には、熊本藩54万石と、大大名となっていきます。細川雄斎は、戦国武将としてでなく、当時の一流文化人としての顔も持っていました。特に、和歌に関しては、藤原定家の流れを汲む、二条流弁唱者、三条西実木から、唯一、秘伝の古今弁寿を伝承し、近世科学を大成させたことでも知られています。囲碁に関しても、かなり実力があったと言われ、多くの逸話が残されています。元亀2年、厳島神社の神官の記録の中で、京都の吉田神社の神官を招いた際、墓内の千夜と、長岡という人物が同行し、誤解が開かれたという記述があります。二人の詳細は不明ですが、千夜は本因坊三佐の師匠と言われる千夜のことで、長岡とは細川雄斎のことではないかと言われています。吉田神社では当時たびたび誤解が行われ、雄斎も参加していたようです。江戸幕府成立以前、徳川家康は京で頻繁に誤解を開いていますが、雄斎は家康の誤解のほとんどに出席していたほか、自らも家康に劣らず多くの誤解を開催しています。囲碁の愛好家である家康や雄斎は誤解を通じて情報収集や有力者との関係強化を図っていましたが、それだけ当時の武将たちには囲碁の愛好家が多かったということです。嫡男忠興と奈良社が祝言を挙げた当時の教場昇龍寺城でも、たびたび囲碁の対局が行われたと記録されています。また、雄斎は、
ある日、家康や他の武将たちと共に、伏見から船で、大阪の前田利家の屋敷へ向かっていました。その船中で、雄斎と家康は囲碁を打っていましたが、その席には、浅野長政、福島正則、黒田如水、加藤清正ら、後に、関ヶ原の戦いを共に戦う面々が顔を揃えていました。そこへ、石田三成が、ひょっこり顔を出したので、一同がすっかり興ざめしたという話も残っています。雄斎は、晩年、京都で暮らし、慶長15年に77歳で亡くなりますが、徳川将軍家では、雄斎の死を悼み、没後3日間にわたり、以後、将棋を差し止めています。また、雄斎の遺言により、家康へ、愛用の岩石が譲られたそうです。最後に、雄斎が詠んだ歌を一つ紹介します。白黒と争う音う、甲の裏、波より外に打つものはなし。雄斎が参勤交代の途中、現在の大分県の小石浜で、その景色の美しさに感動して詠んだものだそうです。